はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、実はこの部屋ちょっとね、皆さん変わったと思いませんか？部屋をね、ちょっとね、模様替えしてみまして、前はね、和室のね、6畳だったんですけど、今はね、ちょっと洋室の方に変わってみました。ちょっとね、マックをね、こんな感じに今、配置しております。だいぶね、綺麗になりましたね。で、これほら、カメラね、カメラをもう無理やり、ここの隙間にね、入れてるんですよね。で、横に照明をつけております。でね、ほら、マックをちょっとね、低くしてみたんですよね。瀬戸さんもね、なんかちょっと一段ね、こういう風に下げてね、作業してたんで、どうなんかなと思って、今、真似をしております。一段下げてるんですよね。下は本棚になってます。でね、使い勝手がね、前はね、後ろからね、手が入れてたんですけど、マックはね、全部後ろにね、なんか差し口があるんですよね。なのでイヤホンだけはねどうしてもダメなんですけど、こういうね延長 USB コードですねを利用してやってます。カードリーダーもね外へ出してますね。まあね、こんな感じで、まあ、飾りはね毎とねあんま変わらないんですけどね。ね、本当にねこれ狭い隙間なんですよ。ここ幅で言うとね、この机がちょうど1200あるかな、1200幅ぐらいで、奥行きもね、まあ全然ないんですよね。横をちょっとベッド置いてるんでね、こう仕切りをしてるんですけど、これいずれね、グリーンバックに変えようかなと思ってます。まあこんなね、狭い隙間でね、やってるんですよね。まあでもね、こう落ち着くんですよね、これぐらいのスペースはね。まあね、皆さんもね、手軽にね、これぐらいだったらスタジオできると思うんでね、皆さん作ってみたらどうでしょうかね。はい、というわけで、部屋の模様替えをしたよ、でした。じゃあね、ボーイ。